こをふんわりさせるにはどうすればいいかっていう、ここをふんわりさせるには使った方が早くねって思っちゃうんですよ。当てて、そう後ろに下げて、開いて、そのまま後ろに、お完璧、おめっちゃふんわりしましたよね。はい、こんにちは、イメチェンチャンネルの内田です。根元が簡単にふんわりしたらいいなって思いませんか？今から言うある道具を使えばなんと1分で必ず根元がふんわりすることができます。そして今回この教えする方法を僕が教えたお客さんがやってる映像を見てもらいます。なので必ず動画を見ながら真似すればあなたもできるってことなんですよ。絶対に簡単にできますので、ぜひ一緒に見ながらやっていただけたらなと思います。ぜひね、最後まで見ていただいて、自分ができたところ、難しかったところっていうのをコメント欄とかでねメモしていただけたら僕も見れますので、ぜひよろしくお願いします。では早速いきましょう。どうぞ。なんか前髪とかトップの部分ってどうしてもふんわりしにくいじゃないですか。ですね、ペタッとしたり、そうそうそう、ペチャッとしちゃうと思うんですよ。で、まあ、そこをふんわりさせるにはどうすればいいかって言って、みんななんか乾かし方とかなんかいろいろ聞くじゃないですか。個人的に乾かし方も大事なんですけど、そこをふんわりさせるには道具使った方が早くねって思っちゃうんですよ。ああ、なるほど。そう、なんか分け目変えるとか、それももちろんありなんですけど、でんから使えねえよって思いません？確かに使ったことない。見えます。カーラー使えないからみんな使ってないんですよ。なんで個人的におすすめなのは、はい、このピン見たことあります？なんか見たことあります、ね、なんかありますよね。どっかしらに何かしらにあるじゃないですか。これを使ってトップをふんわりさせたいとか前髪をふんわりさせるっていうのが個人的にいいかなって思ってて、100均で売ってるんですよ。なんでめっちゃコスパいいんで、ちょっとぜひねこういうちっちゃいクリップを買ってほしいなと思って。なるほど。そう、ここふんわりさせたいじゃないですか。ですね。なんかここがふんわりするとここの立ち上がりができて仕事になってすごい綺麗だと思うんですよ。でこれってなかなか難しい感じしますよね。ここですね。なんでここをねやる技があるんですよ。さっき言った銀色のやつ、これをここに挟む。大きいクリップと違ってちっちゃいんで、これをこの分け目にこうやって当てて開きます。で後ろに一回下げて同じ位置にもう一回戻す。ちょっとこれ挟める。もう一回いきますよ。分け目に閉じた状態で置きます。一回後ろに下げます。開きます。同じように前に出します。ビュー。そうすると挟むんで同じようにドライヤーです。ああ、なるほど。ブーを当てます。すごい、初めて聞いた。これでめっちゃ良くて、失敗しないんですよ。これでまた前髪と同じように、数分温めて、これで冷ますって感じですね。なるほど。で前髪のあれ巻いて、これつけて、ご飯食べる。で一番理想です。でなんか前にこういう大きいクリップでこのパックリ直しますよってやつを動画出したことあるんですけど、それもめっちゃ好評なんですけど、個人的にこれ大きいかなって思ったんですよ。これをうまく挟めないかなって、大きいがゆえに例えばずれちゃったりとか、なんかこうなっちゃったりとかするけど、これちっちゃいからつまめるから、女性の場合ってやっぱ手もちっちゃいし、そんなにこう大きく頑張ってやりたいわけじゃないじゃないですか。なんでこれぐらいでいいなと思って、まさにちょうどいい。そう、ちょうどいいんですよ。でこれ外したらほら、ここの立ち上がりめっちゃ出てる。全然違いますよね。え、すごい。これですよ、今挟んだのがね、この毛です。すごい。めっちゃいいですよね。いや、めちゃめちゃいいですね。そう、これね、めっちゃ好評で、これはぜひ覚えてやってほしい。いやですね、これはもう、なんで、この挟むのをやりましょう。はい、どうぞ。まず、挟むんですけど、で、持ってきて、パカッと開いて、前に出して、そう、閉じる。そう。あれ、うまく挟めてないかな。一回外してみてください。で今のはピンがこう沿った時にこう開ききってなかったです。ああ、なるほど。そう、ちょっとこれが仕掛けてなかった。ああ。これもっとガッと上げるとこう挟めるんですよ。これめっちゃ大事です。当てます。後ろ下げます。ガッと開く。いいですね。そう。でこう。そう。そう。で挟む。見えます？ちょっとパイナップルみたいになってますよね。なってますね。そう、これ前からやった方がやりやすいかもって今思いました。後ろからじゃなくてね、作戦変更します。後ろからやると生え癖的に前に行っちゃうんで、個人的にはこっちの方がやりやすいかなと思ったんですけど、こうやった方がやりやすいですね。確かに前からなんで、もう一発今のパターンの逆でいきましょうか。はい、当てて、そう、後ろに下げて開いて、そのまま後ろに、お、完璧。
完璧だったなるほど。こうなるとやりやすいんですよ、うんうんうん、そうで、ドライヤーの弱風を当てる、当てると、そう、頭頂部ここに、そうです。そしたらこのままちょっと冷ます。もう本当に一通り作業して外すの忘れちゃったぐらいの放置してもいいそう。これつけたまま家出ないように気をつけてこれでもう外していいです。はい、そう、そうするとこれで立ち上がった分、ほら、おめっちゃふんわりしましたよね。ふんわりしてる。そうなんですよ。このふんわり感があれば上のレイヤーもふんわりすると。素晴らしい。こういうことでございます。なるほどです。ありがとうございます。ここがぺっちゃりしてると、ここがふわっとしてもなんかここがキュッてなっちゃうというか。そうですね、ぺったり感がもったいないんですよ、うんうんうん、でも上が立ち上がってるから横のこのふんわり感も綺麗にひし形に見えるんですよね。これです。意外と簡単でしたよね。簡単でしたね。これを前髪にどう巻くかなんですけど、前髪のこの短い毛あるじゃないですか、ここの髪の毛を持ってもらって、これをこうやってペンと挟む、うんうんうん、そしたらこのままピューって引っ張って毛先見つけたよって言ったらくる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 。あー、よく見るやつ。そう、これだけなるほど。で、ドライヤーで温めるんです。へー、こうやってビューって5秒ぐらい。そしたらもうこれで冷ますんですよ。で、冷まして、でこれつけてる間にご飯食べたりとか、うんうん、メイクしちゃったりとか、うんうん、いろいろできるじゃないですか、うんうん、朝とりあえず起きたらこれを巻く、うん、なるほど。そうすると前髪めっちゃふんわりするんで、これね、めっちゃ大事なんですよ。冷まして、で外すとめっちゃふんわりしてるんで、おお、ちょっと一回気をつけてくださいね。ふんわりしすぎてると思うか。わかりました。じゃん、ほら結構ふんわりしますよ。ほんとだ、すごい。そう、がっつり立ち上がる。めちゃめちゃこうなんか昔の前髪のね、形みたいな、ちょっと聖子ちゃんカットになってますけどこれをまたドライヤーで弱風とかで上からやると、うん、なんといい感じになるんですよ。あー、なるほど。そう、ボリュームがないのを出すのは難しいけど、うん、ボリュームがあるのをこうやって落とすの簡単なんですよ。ほら、すごい、めっちゃいい感じになりましたよね。あともう串で溶かすだけ。全然違いません？違う、違いますね。そう、ここのボリュームがめちゃめちゃふんわりしたと思うんですよ。しかも超簡単。そうなんですよ。で、今の2つをちょっとやってみてほしいかなって感じですね、はい、前髪先生とこのトップの立ち上がり先生、うん、この2つです。はい、はい、カーラーの方が簡単かもしれない。カーラーを持って挟んで、そう、挟んでシューってやって、毛先までしっかり入りましたってなったら、くるってさ、ほら、超簡単、 OK です。めっちゃ簡単ですよね。簡単ですね、よく見るやつになった。ピンとこれを同時にやっちゃえばいいですから、うん、これでもうここ挟んどけばもう完璧じゃないですか。朝のセット。そう、朝のセットで、ドライヤーやって冷ましついでに朝ごはん食べて外してってやって、これで下ろせばふんわりカット、ふんわりカット、めっちゃ簡単で、大体よくある質問が、いや時間経ったらぺったりするんですっていう。あ、結構汗かいたりとか、うんうんうん、時間経つとどうしてもボリュームなくなってくるっていう人もいると思うんで、そしたらこれスプレー振ればいいんです。あー、なるほど。そう、固定用のホールドスプレーみたいな、うんうんうん、これをシュッ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 ってやれば結構持つんで、これ今日からいきますねもうしっかりこれから実践します。これこれにあとちょっとオイルをつける。オイルはね、もうやったと思うので、あ、なんとなくもう覚えてると思うんですけど、オイルももう全体にソースクルクルつけて、オイルはやっぱツヤが出るっていうところが一番大きいです。めっちゃ可愛い。全然違いますね。いやー、嬉しい。しかもサラサラになってるし、で後ろのボリューム感こんな感じです。いやー、いいですね。似合いますね、このシーンが。ありがとうございます。ちなみに韓国風にすることもできるんです。これ皆さん知らなかったらチャンネル登録よろしくお願いします。多分ここの真ん中のここを取って、クレードで挟んで、こうやってクジラにして。なるほど。そう、これ伸びたらこれめっちゃいいですから、ね。はい、でピン外して、そうすると立ち上がるから、根元のところが、ここの割れ目がすごい綺麗に、これドライヤーしたらもっとグランッといきます。そうめっちゃいいですよ。はい、いかがだったでしょうか。もう全然違いますよね。しかも簡単なんですよ。で、以前にパックリ直しっていうので出してる動画もあって、これがもう超大好評で、めちゃめちゃ皆さんに見ていただいてるので、まあ多分その動画見ていただいた方も多いと思うんですけど、今回のやり方ってやっぱり大きいピン使わなくてちっちゃいのできるので、結構手がちっちゃくてなかなか難しいわって思っていた方とかもできると思いますし、コメントとかで皆さん教えていただいたと思うんですけど、すごいやってみたらめちゃめちゃ簡単にできた。でも出先
でもできるようにしてほしいっていうので、ちっちゃいピンだったら持ち運びも便利かなと思いまして、今回ちっちゃいピンでやってお客さんに見せたっていう感じですね。でドライヤー当ててると思うんですけど、あれドライヤー当てなくても立ち上がるんですよ。なので例えばトイレとかなんかちょっと出先でピンちょっと刺して、その間にちょっとこう手洗ったりとかなんやかんやしてる間に結構根元それだけでも立ち上がったりするので、そういう使い方も結構おすすめです。なのでぜひね、皆さん髪とか美容のイメージをチェンジする内容っていうのを発信しておりますので、ぜひね皆さんチャンネル登録をしておいていただいて、まあ、他の動画を見ていただけたらなと思います。コメント欄で他にも教えてほしいことだったりとか、今の皆さんの悩みをちょっと教えてほしいなと思います。で書いていただいたやつからちょっとどしどしと僕もねちょっと答えてやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。